大体皆さん自殺未遂したりとか自殺する人たちはなんかこう世の中のこう敗北者だとかなんかこう弱かったからだとかね、甘えてたからとかいろんなこと頭がおかしかったからとかいろいろ言われるんですけれども、あの思うのは誰にでも起こりうることだなっていうことを思います。いろんな本当悪いことが重なってきてしまって、たまたま周りにいる人間関係とかの状況が悪かったらなっちゃう可能性は誰でもあるなって思いますね。それであのなんかこう全然もう体が勝手に高いとこ行っちゃったりとか、あのホームから体がこう勝手に行ってこうしがみついてないと体吸い込まれていっちゃうような感じになるらしいんですけど、景色が見えてなかったりしてて、あと気がつくと高いとこにいたりとかってするらしいんです。で顔が浮かぶっていうんですよね。なんかこう飛び降りようとするとなんか睨まれたとかね、あそうだ連絡しなきゃみたいな感じで連絡しましたっていうのも来るしね。そういう時はなんかこのやっぱりビジュアル的なものとしてこう顔が浮かぶとかってバッとかなきゃないだろうし、なんでどういう風になってほしいかということはまあないんだけれども、まあそのなんていうのかな、諦めないで邪魔しない。